11番ゴールドシップ、一番人気こそ譲りましたが素質は負けていませんよ。報道の距離で放送が期待できます。曇り空の下、東京レース場芝2000レジェンドレース、18人の馬娘たちが挑みます。注目のゴールドシップ、十分に勝利を狙えますよ。人気と実力を兼ね備えたエイシングフラッシュ、真っ向勝負に注目だ。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは1番当選状だ。16番これから第2コーナーへかかっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気エイシングフラッシュ、1番快調に飛ばしていきます。先頭は1番単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは2番、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ14馬身エイシングフラッシュ、落ち着かない様子。追競り合い2馬身差当選状だ。3番並んでくる、その外並んで8番、外には16番、4番、並んできた5馬身離れてエイシングフラッシュ、内から9番、1馬身差ゴールドシップ、内の方から5番、外から7番、その外並んで14番、すぐに続いて10番、少し離れて6番、さらには動くか後方2番手に18番、12番、最高峰だ。勢いよくと先頭を行きます。2番、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、先頭は変わらず2番続きました。8番その後ろ当選状だ。大欅を越え4コーナーへ、互いに足を溜めている展開。果たして抜け出すのは誰だ。ゴールドシップ、前を狙っているぞ。ゴールドシップ、すぐに足で上がってきた。さあここから先頭を伺うのは8番、さあ誰が最初に仕掛けるのか。エイシングフラッシュ外で足を溜めています。最終コーナー最初に立ち上がったのは2番エイシングフラッシュ、抜け出した。4着を切りました。外から飛んできたのはゴールドシップ。ゴールドシップ追い上げるエイシングフラッシュ、先頭はエイシングフラッシュ、これは強い。200を通過、振り下がる。ゴールドシップエイシングフラッシュリードは3馬身、先頭はエイシングフラッシュ、変わらないエイシングフラッシュ、1着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮しレースを制したエイシングフラッシュ、見事に制しました。2着ゴールドシップ、3着に入ったのは当選状だ。